はい、こんにちは、カツバタンです。さあ、アイカツプラネット3弾ということで始まっております。本日4月の22木曜日ということで、まずはね、一発目は全部スイングをね、買ってどんな配列、どんな感じかっていうものをやっていきたいと思います。ということで、またアンちゃんですけども、1位はね、さあ、あ、そうだ、やっていきましょう。最初なんでね、何が出るかっていうのをここであれしながら、2個スロットがあるので、どっちにも入ってる場合は交互に出てきたりとか、この下をね覗けば、このスイング出口の下を覗くとどっちから出てるかっていうのが分かるので、一応最初はそれも見ながらね、排出を、どんな並びになってるのか。はい、中、あ、やった。でもこれドレシアポイントゲットすると俺もう溜まっちゃうんだよな動画撮りたいんだけど、まあいいや。さあ、初1枚目どっちだ。1枚目は記念すべく1枚目はフラワーですね。チアフルリリー。まあ、とりあえず順番に並べていきます。あ、メイクもらえた、シールもらえた、ハート&スターシールだって。とりあえず最初のね5回だけはこれで、あとはハリスを。コスメだ。相手がキャンディーというかあれだったら仲間踊りしてるけど、メイクめっちゃもらえる、嬉しいんだけど。あ、レアだ、ピュアフルフェニックス。レアのピュアフルフェニックスなんてあるんだ。クライマックスバトルにセットしたらフェアリーレベル1だったよ。メイクめっちゃもらえるんだけど、めっちゃ良くない？ミュージック、火のドレシアゲージ、そばかす、めっちゃいいじゃんそばかす好きなんですよねまあありすぎるのはちょっとあれだけど、これ今こっちから出た気がするな。どっちだ。あ、え、ゴールドのやつ出た、キャンペーン、マジゴールドなんだけど、すげえ。さあ、じゃあ、あといっぱい買います。はい、うわ、来た、やった。しかもローゼ、ローゼ、え、あ、ど、絵柄が違う、すごい、すごい、左から出た、なるみ、メイさん、宇野成美出た出た出た、シークレット、スリーブ、スリーブ出た、震える出た。はい、ということで配列を確認していきたいんですけども、だいたいね100枚ずつぐらい出しました。めっちゃ出しました。分かりやすいようにね、チョコメルリを入れて50枚単位で区切ったんですけども、こっちがね右のスロットで、こっちが左のスロットで出しました。まあでも、そうは言ってもどっちがどっちとかね、中入れる、補充する人によって違うから、それぞれバラバラだと思うんだけど、こっちはこんな感じでちょうど100枚かな多分。でこっちが100枚以上出してる気がする。オートクチュールミラー、結局ねシークレットのリュクスサンフラワーのみ出なかったです。リュクスサンフラワーとローズのあれがシークレットということで、まさかのオートクチュールミラーはないということでしたね。さあ、それではね配列確認していきましょう。じゃあまずこっちからいこうかな、はい、チアフルリリー、サイケメタル、効果なんかはね、皆さんねネットでスイングリストで確認できますので確認してみてください。今はね配列をとりあえず
途中なんかね左右一緒一緒みたいな時あったんですけどね、違うのが出てくれてよかったです。結構ね朝一の本当回転と同時だったから、あの前任者がねやってるはずがなくて、まあこの配列もねバラバラではないというあの信用のもとこの配列というかね僕あれしてます、確認しております。さあということでここでラグジュアリーローゼ出ました、レベル9、これが強いんですよね。自分がパーフェクト15回以上取れたらローズじゃなくてフラワーのタイプがレベル1になると。この金もすごいですよね、めっちゃ金なんだよな。これかわいいよね。でこのあとほんとねずっと出なくてですね、びっくりしたんですよ、マジで出ない、ほんと一生出ないんじゃないかと思うぐらいずっと出ない。さあ50枚はもうローズ1枚だけってことなんですよね、こっちので。その後50枚がまたちょっとね不思議で、まあ今から見ていってほしいんですけども、まあ、結局右のスロットからはシークレット1枚も出てないんですけども、でもね結構全種類はとりあえずシークレット1個のみを逃しては全種類出てるので良かったなって感じですね。はい、ここでリュクスサンフラワープレミアムレアレベル8、これは相手がコスメだと仲間のレベルが1ですね、全員じゃないと自分のレベルは上がらないところですね。でリュクスサンフラワーのシークレットは相手がホロスコープだったら自分のレベルマイナス2というちょっとねあんま強くないスキルなんですよね。でなんでマイナス2かというと自分のレベルが9なので、シークレットのリクスサンフラワーはだからマイナス2になっちゃうんですよね。でも相手がホロスコープだったらってことはまあだいたい最後クライマックスバトルにセットしとけばまあワンダーランドテールの可能性が高いからまあそんな大丈夫かなっていう感じはしますけど、だからローズプレミアムレアのローズ前2個と最後にリュクスサンフラワーのシークレットとかだと、でもそれやる必要ないの。でここでオートクチュールミラーのプレミアムレアですね。でこのあとすぐですねまたプレミアムレアが出るんですよ。はい、ここローゼ2枚目です。であとはこんな感じ、これでちょうど100枚ですね、右のスロットなんで。こっちで出たプレミアムレアはローゼ1枚とどこだ、ん、ローゼ2枚目とリュクスサンフラワーとオートクチュールミラー4枚が右のスロットからは出ました。100枚出してね、25枚に1枚って感じだね、大体大体ね。はい、では次左のスロット確認します。こちらもういっか、多少のねもしかしたら排出の僕の見間違いがあるかもしれませんけども、ご了承ください。必ずしもということではないです、一応ちゃんと見てましたけど必ずしもということではないです。一番最初に出たのがこの、ローゼですね、こっちのスロットで。この後もだいぶ出なくてですね、ずっと出なくて
もうちょいするとオートクチュールミラーが出るかな。はい、2枚目ですね。先ほど右のスロットで出してますから。で、これ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 、最初の50枚はこんな感じ。さあ、次の50枚ですね。こっち。まあでも見てて本当強そうだなと思った。あ、でここでシークレットですね。ラグジュアリーローゼシークレット、シークレットは今回デザインが違います。デザインが違います。これがプレミアムレアなんですけども、横なんですよね。でレベルも違うと、これびっくり、レベルも違うんですね。で裏面なんですけども、まあメイサが乗っかってて、相手がプレミアムレアのオートクチュールミラーだったら自分のレベルプラス3、まあ、要はいつも通りのシークレットって感じですよねいつも通り。でシークレットが出た後は本当にねだいぶ出なかったんですね。こっち、出た、エクスサンフラワー出ましたね。なのでこっちも100枚で4枚ですね。100枚で4枚、シークレットが1枚。なのでシークレットは100枚のうちに1個入ってるか入ってないかっていうことになってくると思います。で、ランダムで左右交互に配置されてくれればいいんですけども、アイカツプラネットの筐体は左右ランダムでの排出なので、こっち側がねちょっとまた余ってしまいました。だけども余ったんですけども、ここでまたねプレミアムレアオートクチュールミラーを引いてしまうという。なので次の100枚目に差し掛かろうとしている時に1枚出たって感じですね。はい、ということで全部で、プレミアムレアが4枚とシークレットが1枚、リクスサンフラワーのシークレットが1枚出なかったっていう感じになりました。本当はね全種類集めたかったんですけども、プレミアシークレットのリクスサンフラワーはそこまでね強くないみたいなので、まあ、最悪買ってもいいかなと、ネットとかね。ただまああとはね、自分でまあ買うでもいいし、あのカードを買うモード、スイングだけを買うモードじゃなくてプレイすることにチラッと買えばね、たまーに本当珍しく出る時があるので。ただシークレット今回弱いですね、あんまり強くない。なのでこのローゼがね3枚出たってのが一番強いですね。もうこれで3枚使えばパーフェクトをうまく取ればねレベルが上がりますので、これも検証してやっていきたいと思います。オートクチュールミラーもなんかいまいちね、まあ最初にこれセットして7なんでね、まあ使ってやっていきたいと思います。ということで今日は第3弾のスイング排出でございました。それではまた明日。